こんにちは、たけチャンネルです。今回もですね、こちらアセットの週刊宇宙戦艦ヤマト2205新たなる旅立ち戦闘空母ヒューガを作るですね、こちらの17号が届きましたので、こちらの作業やっていこうと思います。はい、というわけでね、今回もまあまあな作業量になりますんで、頑張ってやっていきましょう。はい、それでは17号の作業をやっていきましょう。17号は、副砲の組み立てと取り付け左ということで、入ってる部品はこんな感じになります。で、これを、組み合わせて、今までに付いてたパーツと合体させていくっていう感じになるので、早速やっていきましょう。はい、でまずはいきなり、前回のね、これを出していきます。これ左右があるんですけど、こっちの、左側の方ですね、こっちのパーツを出してきて、ここに、今回入ってるパーツ類をこちょこちょつけていきます。はい、で、まずはこれが全部接着していくのかな、これがここにくっついて、ここを接着、この辺のパーツはね、プラ製なのでプラ用の接着剤使ってベタベタつけていきましょう。細かいパーツが結構いっぱいで、このパーツがここ、ここについて、んで、このパーツ、このパーツがここについて、でここはネジ止め、この黒いタッピングビスでネジ止め、ね、もう前から言ってるんですけどね、形がね複雑すぎてね、組んでてもね、これがどこにどういう形でどうつくのかがね、よく分かんないんですよね。よいしょ、こういう形でくっつきます。はい、こんな感じね、こうつくとここがこうね、こう艦艇の形みたいな感じになるわけですね。はい、こんな感じ。したら次に、この黒い固定部品、黒い固定部品をまたこの黒いタッピングビスで固定していくんですけど、これは向きが決まっているので、こういう向き、長い方がこっちのパネルにつく側、この長い方がパネルにつく側で、短い方が、上を向くっていう形ですね。で、こことここに取り付け、はい、こういう形で取り付けてあげます。はい、まずは一旦これちょっと避けてあげて、次に、副砲を組み立てていくので、まずこの砲身と、この砲身の根元のパーツで、あとここに光ファイバーが入ってるんで、この光ファイバーのうち、この金具から先が長い方ですね、これを出してきて、それぞれに砲身を通してあげる。で、お尻からこの根元のパーツを
差し込んであげて、こうやって取らない。こうしてこうと、こう入れてあげたらここを接着。で接着してあげて、まあ接着剤がある程度固まったら先っぽをカットしましょう。で次にこれ2つ入ってるけど、2つとも同じパーツか、これ間違って入ってるな。僕のやつこの根元、この砲塔部分が2つ入ってるんですけど、これ間違いですね、本当は1つしか入ってないみたいです。はい、まだ先っぽ固まってないから先にこっちにつけちゃう。ここにセット、セットしてあげて、これも接着して固定。こういう形でつけたい。でこれつけたら裏側から、この蓋ですね、この蓋で留めてあげるんですけど、この時にね、光ファイバーを通す穴をね、間違えないように、ねじれないように光ファイバーを通してあげて、でこれをセットした上で接着してあげるので、押し込んどいて、よっと、セットで、こっちも接着剤流し込んどくと。この縁の部分もちょっとだけ流し込んどくか。よし、はい、こんな感じでね、セットしてあげたらこの先っぽをカット。で、この副砲を、今回入ってたこの船体パネルに取り付けていく。で取り付けるのが、ここですね、ここに取り付けるので、ここに入れてあげてセットした状態で、このパーツで、この突起、この突起が上を向くように、この突起が上を向くように、光ファイバーを、ここに光ファイバーを通して、でこのピンがここに刺さるように位置を調整しつつ、この副砲を固定する。で真ん中をまたこの黒いタッピングビスで固定。よいしょ、こういう感じで、これあんまり締めすぎると動かなくなっちゃうんで、まあそこそこのところで止めておきましょう。でさっきのこの突起があることで、こう回すとここで止まるっていう形になりますね。はい、こんな感じで、次に、ここにAM3 のシールを貼っておきます。これ本当はもっと前で貼る指示があるんですけど、なんですけどここに通すときに邪魔になるんで後回しにしました。これでシールを貼っておくと。こんな感じ。じゃあ次いきましょう。さら次はあ、まさかの、あーパーツが1個入ってないな。やっぱりね、重さ検品だからでしょうね。このパーツが入ってない。この187の05っていう
このパーツが入ってなくて代わりにこれが入ってるって感じですね。これはアシェットさんに連絡しておきましょう。はい、そしたら今日できるとこをね、さっきやっていってしまいます。で、あとこの光ファイバーもう1本、光ファイバーもう1本をこの固定部品で取り付けてあげる。これをつけて、ちょっと待って、17のビスがどっちのビスだ。あー、ビスも入ってる数がおかしいな。まあまあいいや。そしたらこの光ファイバーがここですね、さっきつけた副砲のすぐ横のここにつけ取り付けて、でこの横をこの銀色のこのビスで固定すると。よし、こんな感じで取り付けてあげたら、これをさっきのこのパーツ、このパーツの、ここを使って固定すると。え、どこどこで固定するの。あ、そういうことか。これがここにはまると、こういう形でくっついて、で、ここさっきの固定部品で固定するという形ですね。合わせてあげてと、ここと、はい、こんな感じでここがくっつきます。なんかちょっとずれてるな、ちょっと気になるな俺。こんな感じで、あとごめんなさい、これカットするの忘れてましたね。これをカットしてあげて、でこの光ファイバーに ACL を貼ってあげると。こんな感じ、これで、こっちのパーツの作業が終了。で、あとちょっとだけ、こっちの鉗子の方で作業があるんですけど、こっちの鉗子を出してきて、前にねここにネジだけねじ込んで、これ何なんだろうって言ってたところあると思うんですけど、そこに、このパーツを差し込みます。こことここにこのパーツをギュッと差し込んであげる。でもネジは締めれないので、もう差し込むだけですね。差し込んでこのパーツがグーッと内側に締まってきちゃうのを抑える感じですね。こんな感じになります。はい、そしたら、これで一応今回の作業は終了という形になります。でちょっと一個ね、入ってなかったものがあるんで、それはちょっとアシェットさんに問い合わせをして、送ってくださいってお願いしておきます。ないよな、ないですよね。はい、やっておきます。はい、というわけで今回の作業はこれで終了で、次の188号、18号ですね、18号では、副砲の組み立てと取り付け右っていうことで、今回やったのの反対側の作業をやっていくって形になりますんで、また来週も作業やっていきますので、続きが見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をよろしくお願いいたします。というわけで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。